お米に関してはですね、行ってこう佐渡島あんなに大きいってちょっとこう僕知らなかったので、あんなに環境のいいこう条件のもとにこう作られるお米美味しいわけですよ、うん、トキもいましたし、はい、でこの本当にこう恵まれた環境の中で、で、カキ殻とかでこう水をきれいにしながら、そのきれいな水で育てたお米っていうのをやっぱりこう美味しく食べてもらうために、ちょっと今回イタリアでもよく使うお米料理としてリゾットっていうものがありまして、こちらをこう皆さんにこうちょっとこうご案内したくて選択をしたんですが、まあ、ちょっとどういう料理かと言いますと、お米をまあこう炊くのですが、まず油分で少し炒めてお米の表面をコーティングして、その後にスープで少しずつ炊き上げていくっていう、ちょっとこう日本のお米をお水で炊くっていう料理とはちょっと別のこうアプローチなんですよね、はい、でその時に一緒にこう具材を、まあ、炊き込みご飯っていうことになるんですが、まあ、こうスープを取るのにも、中に入れる具材もっていうことで、まあ、こう今回エビをちょっと選択をしました。でエビはこう旨味も出るし香りも出るし、で食感もあるし、でエビの頭からいいお出汁が出るっていうことで、こう2つを合わせてみて、でなおかつ、そのお米で作られたお酒を中にこう一緒に炊き込むことによって、こう日本のこう、まあ、お酒にも合いやすい、まあ日本ならではのこうリゾットにこう仕立ててます。今回ちょっとこう夏場でしたので、ある程度こう魚屋さんの方から絞り込んでこう案内を受けたんですが、まあ美味しかったのは夏のアワビ、あとは岩ガキ、あとはサザエ、こういったものが特に今回はこう印象に残ってます。僕がイタリアの、まあ、北部の方でお仕事をしてた時に教わったのは、ガルムって言われている魚醤を使って、塩味をつけていきます。で今回は、もっとこうお家で皆様が作れるように、こう醤油、で魚で作ったり、まあ、こうエビとかで作ったりする魚醤もそうなんですけども、日本にはこう例えばそれはお豆で作ったり麦で作ったりっていうお醤油があるので、はい、そちらの方で、こうお料理を仕立てて、でより、こうまあ、日本のお酒に、まあ、近づけるように作り上げました。今回は、エビから出汁を取り、まあ、魚介のこう香りも、まあこうまあ、豊かなというか美味しい、しかも最後の仕上げとして、ピスタチオをペーストにし、そこにバジリコの香りを加えた爽やかな感じの仕立てにしておりまして、でちょっとこうまあ最後にこうバターも少し加えることによってもったりと、クリーミーな感じにこう仕上げてます。でここに、合わせて美味しいって、まあ、こう教わったんですけども、ミク、こちらの方、まあ、こちらのこう日本酒がおすすめしてもらった中で、よりこうこのお料理に、まあ、こう合う、まあまあ、滑らかで、でこうとろっとしたトロピカルな感じ、こちらのお酒をちょっとこうぜひ合わせてもらいたいと思ってます。今回ちょっとオリンピックで選手たちのお食事をちょっとこうお手伝いする機会があって、でやっぱり、こう彼らが日常こう健康を維持して、で常に、こう体力を高めてスタミナをつけるのにナッツをよくこう食べてました。でその中でも、こう今回こう彼らのこうシェフに教わったお料理を一つちょっと皆さんにもこう提案をしようと思ってます。その中でこう使ってたのがピスタチオで、通常はこれ松の実でやるそうです。で松の実で、バジリコと作って、バジリコとこうペースト状にする、まあ、こうジェノベーゼっていうのが一応こう彼らのこう一つ名物料理にはなるんですが、それを今日ピスタチオでやります。
オリーブオイルを、でオリーブオイルとかこういいの買うと高くなったりするんで、こうサラダオイルとかでも全然構わないです。少しずつ加えて、ちょっとずつかけます。でここにオイルを少しずつ加えながら、でスープを炊いている間にバターを少し入れて、弱火でじっくり、みじん切りにし、ボタンエビも一口大に切っておく。さあ、ニンニクに香りが出てきたら、ここでまずは玉ねぎで、玉ねぎ入れたら少し火を強くし、玉ねぎのこのジューっていう音が少し小さくなるまで待ちます。でチリチリという音が小さくなってきたら、ここでエビを入れる。鍋が温まっているので、このように軽くかき混ぜてあげたら、ここでお米で、米を入れたら、全体をよく混ぜて、お米に油分をまとわせてあげ、触ってお米がちょっと熱くなるぐらいです。お醤油を少しで、日本酒、でしっかりかき混ぜて、日本酒のお酒のアルコールを飛ばします。ボタンエビを入れたスープを少しずつ加えながら炊いていきます。で、焦げないように一度かき混ぜる。かき混ぜたら置いておく。水分がぎゅーっとなくなっていきます。なくなってきたら少し足して、かき混ぜる。火加減は沸騰してればそれで OK です。こういうところが中に溶け込んでいくと、香ばしさも入ってくるんで、失敗したとは思わないでください。ただ放っててもう完全にもうくっついてガリガリしちゃダメですよ。ガリガリしちゃうとお料理
それも焦げが入って失敗なので、こういうふうに凝縮した甘みのところはうまみに変わるんで溶かし込んでもらう。さあだんだんいい感じになってきました。ツヤが出て炊き上がってきたら仕上げに入ります。でこのとろっとした状態が美味しいので、この状態をキープします。火を止めてミルク、バター、チーズはですね魚介にはあんまり使わないっていうイタリア人も多いのでお好みで使ってください。そして大事なのは先ほどのピスタチオとバジリコのペーストを入れて、リゾットをしっかり混ぜるときはもう火を止めたこの一番最後、もっと入れていいな、美味しいんでたっぷり入れてくださいね。で硬くなったなと思ったらスープを加えて少しほどいてあげるといいです。